せ出てきたのは札幌ナンバーワンかナンバーツーか清田区の寮デクじゃないです、札幌清田区の寮ですね。だついこの間タッグ2で最後の最終決戦僕札幌でしてきましたけども、リョウ君には勝ち越しましたよ。そしてスティーブを使っているのは元大賀使い段違いしましまゼウス使っていた清田区のリョウの挑発ストマックコンビネーション、しっかり鉄拳セブンでも入っていってクイックフック置いてあって下からの両パン投げ、これは距離が近い、あれもともとあれダウンを取んなかったっけ、タペス。さあ みんなね結構気にしてないんですけど、気にしてないというか鉄拳 6BR を忘れてしまった、まだおい忘れてしまったのか、今回やっぱねまだ見かけないんですけど、レイジ超え、レイジにさせないように試合を終わらせるっていうのは重要ですね。レイジになってるだけでやっぱその完全無敵のレイジアーツは非常に怖いですから。